はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回も一匹縛りプレイですね。で、今回はこちら。はい。ならならなら。スリープ、催眠ポケモン。1メートル32キロ。はぁ、まあ、ちょっと太った小学生ですね。いつも一緒に眠ってみると、時々昔食べた夢を見せてくれる夜がある。いや、食うなよ。それが嫌な夢だったらどうするん？まあまあまあ。ほんで、まあ、スリープね。で、行こうと思います。リクエストをしてくれた方ね、ありがとうございます。じゃあ、これは、とりあえず飛ばしましょうかね、このチュートリアル。これだけがピカチュウ版の弱点。ほい。はい、ということで、今回もこの人はコラッタを捕まえることができませんでした。残念。もういいからね。で、スリープね。まあ、余裕かなって思ってるんですけど、あ、技とか見ときます？あ、名前ね、ジャンゴです。はい。ということで、特殊がちょっと高いね。で、技ね、そう、最初から催眠術なんだよね。強すぎない。はたく催眠術です。まあなんで、うまくやれば、まあ、勝てますよね。でもこの子ね、ちょっと技ね、技ちょっとね、微妙すぎんだよね。あ、まあ自力で覚える技がね。まあ、とはいえ、初代はね、まあエスパータイプ強えって言われてますもんね。まあ催眠術あるからいいんですけど、まあ、とはいえ、素早さはね、低いんですよ。まあ、スリープの、ちょっと今回からちゃんと調べて、やろっか。素早さ種族値124位って書いてありますね。なかなか遅いですよね、多分。でも、スリープの時点で特集は36位っていうね、なかなか上位ですよね、きっと。まあ、スリーパーになるとね、もう特殊11位なんでね。ただ、ちょっと問題があって、サイコキネシス以外の特殊技がね、ないんですよ。まあ、なんでね、まあでも、とはいえね、攻撃力も高いわけではないので、まあ、夏目戦がどうだろうな。まあ、まあまあまあ。まあ、それを補うヨガのポーズとか一応37で覚えますけど、プラスパワー使えばええやんって感じなんでね。剣の舞だったら話は別ですけど、技マシンで覚える技もちょっとパッと見いいのはないですね。このハタクもどんだけ与えることやら。とりあえず外すね。とりあえず外す。これでもさ、催眠術これ、目覚めたターンに攻撃されないからさ、石つぶては勝てるよね、とりあえず。あー、ちょっと厳しいな。岩服にさ、素早さ負けるとやばいよね。まあ負けるだろうけど。ちょっと嫌な予感はしてますね、たけし戦。この特殊高いタイプはさ、あれなんですよね。序盤、あ、特殊高くて、うわぁ、やば。防御とか攻撃低いパターンは序盤厳しいんですよね、結構。後半はあんまりなんか物理技使ってくるやついない気がするんで、別にどっちでもいいんですが、序盤はちょっと、話変わってきます。はい、 OK、 いいね。で、まあハタフで頑張るしかないんで、ここで上がるレベルでね、まあ石つぶてよりは早いでしょう、さすがに。で、次覚える技ね、12で金縛りで、
年歴がね、17まで覚えないんですよね。ああ、まあそうよな。特集がさ、今、強めに上がったところで、何の意味もなさないからな。まあ最悪の場合は、まあ17レベルまで上げて、年力で倒せばいいね、たけしは。まあまあ、とりあえず行ってみましょうか。まあ、一つ打ては倒せるよね、多分。はい。では、行きましょうか。まあ、ワンチャン勝てるかもしれんしね。でも、岩枠は嫌な音を連発されたらもう絶対勝てないよな。まあ、めっちゃ長い戦いになるでしょうね、これは。で、多分この石つぶって倒して9レベルになっちゃうと思うんで。うん。あ、でもあれか。なんかあんまレベル上がんなかったな。経験値高えのか。うわ。ふはは。いきなり外しおった。まあでも素早さ勝ってるんで、まあこれは、俺それは恋でやられたの思い出した。いや、これマジでまずいぞ。いや、嘘だろ。いや、これはやばいよ。いや、マジでやばいよ。うん。勝てなーい。これは勝てない。わ。いや、どうしよう。結構、絶望してます、今。結構衝撃的な状態今。いや、そしたらこいつでレベル上げなきゃダメだね。なんでたけし何でも直しだけいっぱい持ってんの。あれ多分無限に使われるよね、あの感じ。いや、だとしたらだけど、もうやれることないよ。まあこれ2、3発耐え、ああなるほど。じゃあこのディグダーでレベル上げれますね。いや、じゃあ、いやもう、じゃあ17まで上げるしかないんだが。マジで？こんな初手からそんな時間かかる羽目になるの？めっちゃやだ。めっちゃやだな。強いな、催眠術、そんで。いやー、マジか。結構やだ、今。うん。あ、8レベルね。いやー、あと9レベルか。特殊めっちゃ強い。で、こいつ負けれないじゃん、しかも。多分。あ、負けれるわ。いや、負けましょう、これは。ね。いや、じゃあ、一回、レベル、そうだな、10。いや、でも無理だな、多分。いや、無理だわ。うん、負け。まあ、これは負けでいいんだけど。はい。いや、ということでね、あれです。10レベ超えて言うこと聞かなくなったらもう絶対はたくと催眠術じゃ勝てなくなるんで、もうこの今のレベルで勝つか、17まで上げるしかないんで、で、絶対勝てないんで、たけし。じゃあ、はい。レベル上げまーす。うわ、マジか。しかも途中から言うこと聞かなくなるのか。はい、ということで、あぶね。今ね、10レベルになったんで、今ね、たけしとの差を比べてみましょうよ。スリープが言うことを聞いてくれるね。まあ、もうエリカ倒すまで言うこと聞いてくれるのはこれで最後でしょう。
こいつが素直なところを見てやってください。石つぶてぐらい倒さんかな。はあまあそりゃ1だよな。うわ、で防御も低いからさ8だもんね。いやーマジで多分これ念力覚えなきゃ無理だ。ああごめんなさい、ちょっともうアニメでも見ながらレベル上げしますね。もう、うん何時間1時間ぐらいいくかな。まあどんぐらい時間かかったかはこの後のお楽しみでお願いします。じゃあレベル上げしてきます。はーい、はあ、疲れましたよーっと。はい、ということでね、やっと17レベです。でもこれやっちゃったらでもたけしとかクソ余になっちゃいそうだけどさ。はい、あー1時間24分いやー長えわ。まあたけし行きましょうかね、ポケ全回復して。はい、じゃあもうたけし倒しに行きます。はい、ということでたけし行きましょう。レベル上げた後一回やめちゃったな。もう簡単に勝てるでしょうね。でもごめんなさい、このレベルにならないと多分絶対勝てない。いやというかあれなんですよね、何せたけしの無限なんでも直しが、そういえば誰かの時もやられたけど忘れてたよね。あもう勝ちました。勝つでしょう。クソゲーになるぞこれ。はい、眠らせました。で始まった。でもさようなら。はい、すいません。なんかいやでもね、うん、でもっていうか何回も負け、勝てないからな、絶対。いや、できればさ、あれだったんですよ。この催眠術を駆使して、なんとか、カタクで石つぶてを倒し、残り少ないね、カタクで岩アクと戦い、眠らせながらね。で、ハタクじゃ倒しきれないから悪あがきで倒すぜみたいな感じを想像してたんですよ、僕的には。スリープさんね、それがもうレベル上げだけに1時間半もかかり、たけし戦はものの1分。まあしょうがないね、これじゃあもう1000円できないよね。霞どうなるこれ。霞もさ、得し高いから多分そんなに苦労しないと思うんだけど。あと命令聞くかどうかぐらいだもんね。ああ、まあこの命令無視してがさ、2つ攻撃技じゃないから、それがちょっとだるいね。うん。ああ、オッケー。やっぱ攻撃弱いな。いやでもむしろ後半もそんなにでも簡単ではないのか。いやこいつさ、結局、特殊高いけど、覚える特殊技、エスパータイプしかないので、どうなんだそれって。しかも再起光線すら覚えないっけ？忘れちゃったな。うわぁ、毒になる。良くないよそういうのは。まあでもね、このあーレベル上がった。ほら見てください、あれでもなんか思ったよりは高くないな。特殊41ね、進化22だっけな。いや22、いやそんな速くないか、強すぎるかそれは。まあ一応このハタックと金縛りいらんので、まあお月見山の
あれで変えますね。メガトンパンチに。いや、でもやっぱマジでちょっとあれだな。あれ。技、どうしようかな。なんか意外といいのないんだよな。もう一回調べるか。はい。あ、念力。もう念力出せば勝ちだからな、ほぼ。ね。ほら。で、まあ、怠けるんですよね。この命令 MC ぐらいしかもう、むずい要素がないな。あ、いいね。んで、やっぱなぁ、ないね、覚える技。うん。まあ、もういっそ指を振るでもいいけどね。舐めすぎかな。指を振るワンチャンありだな、でも。マジで技がない、これ、本当に。何を覚えさせよう。24で覚える頭突きとかもういらんもんな。あ、スリーパー26でしたね。違ったわ。エスパー技だけだと困る四天王いたっけな。いや、エスパー技あれば大体なんとかなんのか。でもやっぱ初代のエスパー優遇はやばいな。うわ、これがあるの忘れてた。いくら肩、うわー、やばいやばいやばい。やばいよ。え、これもう世界新じゃない、これ。これやられてもいいや。だとしたら、あ、なんだ。命令無視、わけわかんない3連発は世界新な可能性ありますよ。まあ、そもそも言うこと聞かないポケモンでプレイってほぼしないですもんね。普通、する状況にあんまなりえないよね。世界記録だな。あらゆる言うこと聞かないがある中で、わけもわからず3連続で引くかね。ああ。はい、行きましょう。やっぱ技むずいな。あと、サイコキネシスだけでは PP が持たんっていうね。そんなのもあったりしますけど、金縛りを早急になくしたい。いいね。霞は余裕か。てかもうしばらく余裕だな、多分。使えそうなとこあんま見当たんないね。あー、いいね。いいか。まあ、でも催眠術あんのか。催眠術やっぱ強いよな。この最初から覚えてる技は多分この催眠術がおそらく四天王まで使えますよね、これ。まさかの、あー。眠り VS 眠りって初代で起こり得ることあんまないよね。うん、ほぼないよね。眠らしてから自分が眠る以外ないもんな。長いし。眠るといえば夢食い覚えさせられるのか。え、てかこいつ夢食い自力で覚えないんだね、バクのくせに。そんなことある？あ、覚えないわ。変なの。夢食いありですね。うん。夢食いとサイコキネシスでご利用すっていうのはありだ。催眠術、サイコキネシス、夢食い、もう一個、なんか。さ、回復もできんのか。はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、化石の人のとこまで行きます。はい、ということで着きました。
いやね、過去一エンカウント多かった。ビビりましたね。4、5歩に1回ぐらいエンカウントしてここまで来ましたよ、多分。ちょっと持ってるけどね。まあ、こいつは余裕でしょうよ。あ、でね、金縛りをメガトンパンチに変えております。ざけんなよ。お、メガトンパンチといえど、やっぱそうよな。やっぱ攻撃は低いね。せっかくの念力が封じ込められています。あ、やばい、また始まった。世界新狙う。あー、いや、やっぱそうよな。そんな連続でも出るわけないよな。 OK。 あ、いいね、どんどん上がるな。え、でもさ、今20ってさ、あれだね、たけしすんなり勝とうが、あんまりレベル差出ねえんだ。霞で立って22、3でしょ、普通に。普通に進んでもそんぐらいだったよね。え、なんか変じゃない？変じゃないか。まあ、上がる経験値がどんどん増えるから、それはそうなんだけど、そんなに差は生まれないんだね。いや、これロケット弾も余裕なんですよね。なぜかというと、念力があるからです。武蔵、小次郎、ニャースでニャース。あれ、ロケット弾の歌ってなんだっけ？忘れちゃった。あった気がする。ニャースが寝てる歌。思い出せんな。あ、まあいい、まあいい。はたくを我慢に変えるかちょっと悩んでますね。まあ、はたくは我慢の方がいいかもな。特に霞戦ね。でもな、その後のさ、ポッポとかがいる中で我慢されてしまうと、永遠に砂かきを食らうんだよね。てか、やっぱな、我慢はモロハの続きだよな。あ、でも言うこと聞くんか、霞倒せば。だとしたら、のしかかりに変えればいいだけだから、悪くはない。そしてこいつは多分バブル光線を耐える。そして、念力効果今一つなんじゃないか。あ、やっぱ我慢必要だな。嫌な感じ。はい。まあ、行きましょう。はい。じゃあもう早速花田ジムから行こうかね。はたくをね、我慢に変えました、やっぱり。うん。それでいける気がする。それの方がいい気がしますね。でも催眠術と我慢って相性悪いよな。何せ命令無視するんでね。まあここは、普通に念力。念力ゴリ押しでしょう。よし！出せばいい。急所か。わ、出たー！やばいよ。わけわかね、安定の。やーっと、よくないね。はい！はぁ！あ、うわ、すごい。混乱をすぐ解く、ジャンゴ。偉いぞ。うん。普通に負けるとこだったけどね。回復してもう行っちゃおう。はい。じゃあ、霞もう行っちゃいます。そのままね。たけしのお金使ってないから、取られちゃうな。負けたら。はい。霞はちょっとあれか、でも。ちょい厄介か。そんな受けないよね、多分。だよね。ああ。まあ、正直何してくれてもいい。ああ。まあ、あり。ああ、まあね。まあ、今日、ディフェンダーであれだもんね。まあ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 。まあまあまあじゃん。わけわか！なんで相手は起きないの？ずるいじゃん。
微妙な HP で勝ってしまった。そしたら、まあ、できれば、催眠術。ああ、惜しい。どんぐらい？ああ、12ね。ああ、それは良くない。なぜか、ナメプを、めっちゃ受けんな。でも我慢してくれ、もう、じゃあ。うわ。ああ、まあ、それか、混乱。ちょっとまずいね。まずい。いや、もう、我慢、さっさとしろ。やばいって。やばいって。よし。あり。あ、まあ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 。まあね。あ、オッケー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 。で、次、バブル光線でしょう。あ、違う。やばい、急所は。よし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 。もう気づくすらあと1個しかない。あーよし、まあ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 。これ倒すんじゃない？はい。やれ。オッケー、我慢最強。やっぱね、言うこと聞かないポケモンには我慢。それだけが学べる動画ですね、この動画は。はい。うん。言うこと聞くと、ありがとうございます。バブル光線覚えないですよ。よーし。どうしよっかなー。ゴールデンブリッジまで終わらせよっかなー。とりあえず回復しよう。うん。多分ポンポンポーンって終わってるんでね、もうゴールデンブリッジも終わらせちゃいましょうかね。たけしんとこでね、ロスったんでね、不思議な目とかも取ってないんですよ。一応そういえばこの一匹縛りプレイ、時間ちょっと気にしてやってるの忘れてたんで、前回まであんま気にしなかったな。まあ頑張って4時間切ろうと頑張るとかですね。これしばらく無双するでしょう。あと我慢をのしかかりに変えるだけですね。念力最強。えらい。で、コラッタ。コラッタ？コラッタか。ライバルコラッタなんか使ってたっけ？ここ以降出てこないよね、多分。はい。あ、EV さんはそういえば特防が高い。EV 一匹縛りプレイで学んだ唯一のことですね。頭突き。あーでも頭突きいいじゃん。もう我慢いらねえわ。はい。我慢はもう霞戦だけの技ですね、あれ。なんだよ、向きになっちゃって。君もスリーパー捕まえた方がいいよ。うん、もう分かってるんだから、ポケモンのことをね。よし、ゴールデンブリッジ終わらせましょう。はい。ここが一番めんどくさい。はい。はい、ということで、キエイさんまで倒してきました。マンキーはもう餌食ですね、これは。オーバーキルでしょう、だいぶ。ドンマイ。相性が悪すぎる。初代ってさ、ここら辺でケイシー出るじゃないですか。やっぱエスパータイプめちゃくちゃ強いよな。ここでケイシー手に入れればもう、育てんのだるいけど、結構いいよね。うん。でも初代のケイシーってあれか。テレポートしかしてこないから、捕まえんのめんどくせえのか、あれ。冷静に考えると結構鬼畜だよね、あれ。モンスターボール一発で仕留めるか眠らせるとかしないといけないでしょ。よく捕まえたな、昔。で、このブラック企業勧誘業者の人を倒して、
あと人影もらっていこうか。うん。あとね、電磁波覚えるんですよね、一応。でも催眠術あるのに電磁波いるのかって話ですけど、うん、まあ一応持っていこうかな。これ電磁波ですよね。はい、ゲットして、ではこの辺は、この辺はマジで念力武装だな。なんか冷静に見ると毒タイプ持ってるやつ多くない？前半の方でもさ、まあビードルもだし、ニドラン系でしょ、ズバットでしょ。エスパー覚えてると有利に働きやすいな。はい、あ、はいっていうかもう言うこと聞くわ。一撃最強。でもそれもあと4レベルで終わる。やるなぁ。そうでしょう。あ、進化です、もう。早っ。はい。進化ですね。初めてだな、俺。うわぁ、気持ち悪い。昔から気持ち悪いんですよね、俺、スリッパ。使ってんのに。いやでもこのさ、一匹縛りをやり始めてから、前回のウツボットもそうですけど、使ったことない技、ん？技？ポケモンか。使えるのは面白いですね。うわー、ちょっと気持ち、ね、なんかさ、リザードンの顔に似てない？あの、え、伝わるかな？眠らせるやつと手がくっついてるからさ、あそこ口に見えるんですけど、俺口開いてる、なんか金色のドラゴンに見えるんだけど、俺だけかな。スリーパー調子悪い、どんまい。一応あそこにある地球投げも覚えるんですが、まあいらないですね、固定ダメ技は。あと地獄車も覚えますけどね。どうしようかな。いやでもいいかな。うん、やっぱ夢食い作戦がいい気がするわ。今から常盤に戻るっていう荒技もあるけど。あ、やばい、入れ替えタイプになってる。はい、どんどん倒していきましょう。うん、とほほ、どんまい。じゃあこの謎の草ちゃんも倒しましょう。やばい、入れ替えタイプ直そうと思ってゆっくり歩いたのに見つかると。ミニスカートね。はい、やったってやったって。もう念力無双、このあとポケ戦いけるからもう全部念力でいいや。ポッポさん、はい、オッケー。27だって、結構。あ、でもどうなんだろう。でもなんかリアルにやっぱあんま変わんなくないですか、不思議。あんなに時はでレベル上げてんのに、こっちは。パパ活女子ね。そしたら、泥棒のとこ行くか。ほい。はい。じゃあ、スリープ使いのね、泥棒を成敗しましょう。スリープ使いのとしてのね、格の差を見せつけてやりますよ。まあ、ワンリキーからね。まあ、まずワンリキーを育ててる時点でダメ。その17レベルをね、スリープに分配するべきでしたね。で、スリープね。まあ、頭突きがいいかな。まあ、ひるむかもしんないし。ひるまない。いやー、なぜか念力、3ダメージ。お前はよく頑張った。
つえーな。そりゃつえーよな、でも。ひょえー、まえった。うん。え、これさ、しかもレベル上がりきらなくない？え、これなん、不思議。めちゃくちゃ不思議なんですけど、今。あ、ウツドンとかのが、あれか、必要経験値がだいぶ少ないってことか。だってあいつら全然、なんか、あれだよね。やられて経験値いっぱい得たわけでもないのに。なんでだ？はい。では、ここも、行っちゃいましょう。ああ。はい。ポッポ3連打やったりますよ。でもやっぱそうか、まだつぼみはさ、確か、岩山飛んでる前のトレーナーで31になったから、多分このまま行くと同じぐらいだよね。なん、ああ、2尾であんなにレベル上げたのにね。必要経験点が重いってことか？そんなに変わんの？レベル上がりやすいやつと上がりにくいやつって。はい、やりました。あ、でも28だね。うん、じゃあこの理不尽くんを倒そう。なんだい？俺になんか用？全くない、全くないんだよ、もう。このさ、一匹縛りプレイシリーズも、22、3回目なの、多分。もう22、3回ここ通ってるけど、一回もこっちから喧嘩なんか売ってない。でも20何回目ってことは、やっぱ進化するの合わせたらもう、50体は超えてるよね、多分。わかんないけど。どうなんだろう。数えるか。そしたら、まあまあ、ライバル戦まで行こう。ああ、でも、回復アイテム一応買おうか。はい。ということでね、ライバル戦ですね。まあ、そんなに、念力無双でしょうね。余裕だと思うんだけど。てるーん。ボンジュールシャチ君親、このドカウトは、うん、招待されたよ。40種類。じゃあ君はスリープ持ってんの？口歯の横へ出るはずだけど。育ててんのかい？ちゃんと。こんなに強くなるんだぞ。はい。強すぎ。念力でも一撃です。コラッタも、バイバイ。スターサンドね。いや、もう全部一撃じゃない、これ。てか、サンタンド号のさ、ライバル弱くない？冷静に見ると。29。強特殊！やば！やばすぎ。想像をはるかに超えてた。かわいそすぎる。お、外す。なんで外す？よし。オッケーです。ただ念力を連打しただけ。うん。いや、ていうか、多分マチスも簡単に終わるから、マチスまで行くか、もう。行きましょう。はい、じゃあ、口場、ジム、倒しちゃいましょうよ。たまにはこれ一発で当てる姿を見させてあげよっかな。お。そもそも、一個目も見つからん。あ、行きました。はい。はい、悪魔でやり直します。来たー。結構簡単に開いてくれた。よーし。いや、てか10万ボルトとか覚えそうなのに覚えないんだな。ベトベトンとかさ、マタドガスとかが覚えるのになんでスリープ覚えないの？謎なんだけど。まあ行きましょうか。これだってもう余裕じゃないな。メガトンパンチとかあんのか。だが催眠術がある。いや、一撃はねえな。さすがに。おい、
あぶねえ。はあ？どんぐらい？やれ。うるさい。まあ、別にいいか。ちょっとうざいんだけど、当たんないな。うざ。オッケー、やっと当たった。うん。起きんなよ。よし。ふざけんなって。はい。あ、急所か。すげえ当たりんなって思ったら。しびれ多いんだよな。あ、オッケー。あ、急所ね、連続です。しびれが多くても急所そんだけ出せば許してやれる。はい。ということでね。やっぱ強えな、スリーパー。てかもうスリーパーだもんな。うん。にしてもやっぱマチスはいつもかわいそうだね。はい、ということでね、今回はこの辺りで終わりたいと思います。もう2時間15分だね。まぁ、ちょっとね、やっぱ2部でレベル上げちゃったから簡単なんですが、まぁ、後半ちょっと難しくなると思うのでね、まぁ、期待して見ていてください。はい、ということで、いつもご視聴ありがとうございます。高評価、コメントも本当にありがとうございます。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。ではまた、よかったら次回もよろしくお願いします。バイバーイ。